県内では昨日2日ぶりに新たな感染者は確認されませんでした。入院は6人で、このうち重症は2人、病床の使用率は0.9%で、自宅療養は1人です。こうした中、伊達市は国の方針に基づき、医療従事者を対象にした3回目のワクチン接種を今年12月から始めることを決めました。 県内では感染者の減少傾向が続いていますが、県は引き続き、基本的な感染対策を徹底するよう呼びかけています。